えっと、これから日本の地方の土地の価格は上がりますか下がりますか下がります。えっと、あの、先ほどの録画でも喋ったと思うんですけど、人口が減っていく国の土地の資産は、まあ、もしくは観光が増えてれば別なんですけど、まあ、基本はの土地価格は下がり続けるので、人口が増えない限り無理ですね。